おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は2012年6月3日にナイジェリアのラゴスで起きた、ダナエア992便墜落事故について紹介していくわ。ダナエアは聞いたことのない航空会社だぜ。確かに日本ではなかなか馴染みのない航空会社かもしれないわ。でもとっても大きな航空事故を起こしてしまって、世界中に名を広めてしまったのよ。どんな事故なのか気になるけど、そんな名の広め方は嫌だぜ。そうね、では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。ダナエアは、ナイジェリア連邦共和国を拠点に置いている航空会社で、ナイジェリア国内を中心に運航しているの。設立は2007年で、2012年の事故以来運航停止をさせられていたけど、2014年に運航を再開しているわ。ナイジェリア連邦共和国の最大都市ラゴスにある国際空港、ムルタラモハンマド国際空港がハブ空港よ。ナイジェリア国内中心なら、やっぱり知らない人の方が多そうだぜ。そうね、そんなに大規模な航空会社じゃないみたい。保有機材数も4機と少なめね。4機か。結構小さい会社なんだな。就航路線も、ナイジェリア国内で、アブジャーンナムディアジェキウェ国際空港、ラゴスムルタラモハンマド国際空港、ポートハーコートボートハーコート国際空港、ウヨワクワイボム空港の4路線しかないわ。2012年6月まではカラバルカノも運航していたみたいね。全部聞いたことのない空港だったぜ。ナムディアジェキウェ国際空港を知っていたら、しりとりで負けることはなさそうだな。マリサったら、真面目に聞いてね。えへ。でもなんでそんな小さな航空会社が大きな事故を起こしてしまったんだ？そうね。事故機はマクドネル・ダグラス MD83 という旅客機よ。この旅客機はプラット&ホイットニー JT8D219 という、ターボファンエンジン2機を搭載しているわ。このエンジンはプラット&ホイットニーという航空機用のエンジンブランドが、ボーイング727に合わせて1964年に投入した、低バイパス比のターボファンエンジンよ。1990年に製造されたと同時に、アラスカ航空に納入されていて、2009年2月にダナエアに売却されたの。エンジンは1964年に投入されたモデルのものだったのか。しかも結構古い機体を使っていたんだな。そうみたいね。事故機の総飛行時間は6万800時間を超えていて、第1エンジンの総飛行時間も5万5300時間、第2エンジンも2万6000時間を超えていたわ。すごい時間飛行しているんだな。そうね、この事故機の最終メンテナンスは事故の2日前に行われていたわ。古い機体だけど、一応2日前には異常はなかったということだな。うん、そういうことになるわね。機長は55歳のアメリカ人男性で、総飛行時間は1万8116時間だったわ。MD83 型では7466時間の飛行経験があったようね。副操縦士は34歳のインド人男性で、総飛行時間は1143時間、MD83 型では880時間の飛行経験があったそうよ。そしてこの副操縦士は2011年1月にパイロットとして雇用される以前に、ダナエアの機内サービスの責任者として働いていたそうなの。副操縦士の経歴にびっくりだぜ。機内サービスの責任者からパイロットになるなんてあるんだな。そうね、日本じゃあまり聞かない転身ぶりかもしれないわね。乗員乗客は、ナイジェリア人が142名、ナイジェリア国籍以外の人々が17人搭乗していたの。中国人6人、アメリカ人3人、インド人2人、インドネシア人、レバノン人、ドイツ人、フランス人、カナダ人、ベナン人がそれぞれ1人だったわ。ナイジェリアの報道機関によると、結婚したカップルが犠牲者の中にいたという報道があったらしいわね。また、地元メディアによると、犠牲者には3人の陸軍将軍を含む複数人の軍人が含まれていたみたい。結婚したカップルということは新婚だったとか？言葉もないぜ。本当そうね。次は事故の経緯を詳しく説明していくわ。922便は、現地時間14時58分にアブジャを離陸し、高度2万6000フィート、7900メートルまでの上昇を許可されたわ。この時点では機体に異常は見られなかったの。問題はなかったんだな。離陸から17分後、パイロットは左エンジンの異常に気づき、機長は管制官に、空港へ引き返したいと伝えたわ。副操縦士は問題を分析するために、エンジニアへ連絡することを提案したの。うんうん、それが普通だぜ。でも、機長は自分で解決できると判断し、エンジニアの助けは必要ないと言ったわ。え、なんでなんだ？機長は副操縦士に、地上職員が後部ドア付近のパネルを交換したか聞き、それに問題があったと発言したわ。パイロットは直面している問題について話し合いを続けたけれど、結局空港へ引き返すことはせず、992便は目的地のラゴスへ向けて飛行をしたの。え、機長なんてさっきまで空港へ引き返したいと言ったのにだぜ。しかしその後、飛行中の左右のエンジン圧力比に誤差が生じ始めたわ。怖すぎる。
パイロットは左エンジンのレバーを操作したが、反応がなく、左エンジンが故障したと判断したわ。992便はラゴスへの降下を開始したけれど、クイックリファレンスハンドブック QRH の手順が実行されることはなかったの。これは、緊急事態が発生した時の手順が記載されているハンドブックのことよ。緊急事態が発生しているのに使わないなんて、恐ろしすぎるぜ。本当にそうよね。その後、機長は副操縦士に降下率を上げるよう指示したんだけど、副操縦士は飛行距離を伸ばすために、徐々に降下した方が良いと言って断ったの。ええ。機長と副操縦士が揉めている飛行機に乗るのは嫌だぜ。私もよ。992便は当初、滑走路 18L への侵入を許可されていたんだけど、パイロットは 18R への侵入を要求し、管制官に許可されたわ。このパイロット、何か自分を過信しているような感じがするんだぜ。そして現地時間15時31分、パイロットは両エンジンが反応しないことを認識し、機長が操縦を変わったわ。しかし、パイロットは管制官には報告しなかったの。ますます恐ろしいぜ。両エンジンが故障したため、除氷装置やエンジンの再点火装置などが動作しなかったけれど、機長は冷静だった。15時35分、機長は今回の問題が調査されるだろう、と発言したの。こんな状況でも冷静でいられることがすごいぜ。管制官は922便に対して、機種方位やベクトルを指示したわ。この時、パイロットは地震の状況について心配しているようだったそうよ。また、パイロットは着陸前のチェックリストを実行し、エアブレーキや高揚力装置が展開されたわ。このため、機体に生じる高力が増加し、最終侵入を継続するにはさらに水力が必要になったの。逆にパイロットはパニック状態だぜ。そうね。副操縦士は機長に両エンジンが作動しているか聞いたの。でもエンジンはどちらも反応せず、十分な水力も得られなかったわ。飛行中に QRH や緊急時に対するチェックリストが実行された様子はなかったみたいね。もはや冷静なんだかパニックなんだかわからない状態だぜ。15時41分、992便が空港の20キロ手前を飛行中にパイロットは緊急事態を宣言したわ。やっとだぜ。機長は、両エンジンが故障、スロットルに反応しないと繰り返し、管制官に言った。パイロットはフラップを28度まで展開したわ。まだこの時点では機体は制御されており、パイロットは乗客に着陸に備えるよう指示したそうよ。そして数分後、警報装置が高度の警告を発したわ。フラップがさらに出され、着陸装置も展開されたの。機長は機体を失速させないようにしなければいけないと言ったの。その後、25秒間機長はエンジンの再始動や水力の回復を試みたわ。パイロットは、前方の建物などを回避するため操作したけれど、機体は急速に降下し、高度警報は墜落まで鳴り続けたの。想像をしただけで、冷や汗が止まらない緊迫感だぜ。私なら発狂してしまうな。992便はムルタラモハンマド国際空港の、北 9.3 キロ位置する地区に墜落し、機体は木々や建物に衝突し、火災が発生してしまい、衝突した建物のうちの一つに可燃性液体が貯蔵されていたため、さらに火災は悪化してしまったの。建物に墜落したということは、住民にも被害などはあったのか？そうみたいね。地上でのナイジェリア人の死者が6人いたようなの。そして、ナイジェリアの地元紙によると、数千人のラゴス居住者が墜落事故に駆けつけたために、現場は混沌としてしまった。群衆はホースを現場に持ち込もうとしたが、兵士たちは警棒などで群衆を分散させたの。それに対して群衆は兵士に石を投げつけたりしたそうよ。せっかくホースを持ってきたりしたのに、兵士たちもひどいぜ。混乱を収めようとしたのかもしれないけれど、ひどいわね。そして市の消防車が不足していたために、消火用の水が数時間にわたり不足し、群衆はプラスチック製のバケツに水を入れて現場まで運んだりしたそうよ。消防車も現場付近の道路が狭かったため、到着は困難だったみたいだわ。悪条件に悪条件が重なってしまったんだな。ええ、そうね。結局この墜落事故では乗員乗客全員と地上での死者6人を含むと、159人もの人が亡くなったわ。そんなに多くの人が亡くなってしまったなんて辛いぜ。その後はどうなったんだ？さっきも言ったように、この事故現場への到着は困難だった。当初は火災と群衆によって制限され、その後は大雨と強風によって妨げられたわ。また、衝突された3階建ての建物が倒壊する可能性が懸念されていたらしいの。事故後もいろんな不幸が重なっていたんだな。なかなか調査も進まなかったということか？ええ、そうみたいね。その後は政府によって事故調査委員会が設置されたの。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは現場から回収されたわ。フライトデータレコーダーとボイスレコーダーって？よくブラックボックスという言葉を耳にするわよね。この二つを合わせた通称がブラックボックスなの。
航空事故の原因調査に大きな役割を持つ、重要な航空機装置よ。ブラックボックスはよく航空事故のニュースで聞くな。無事に回収できてよかったぜ。それで原因は分かったのか？でも、事故後に発生した火災によって、フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは、大きな損傷を受けていたの。そのためフライトデータレコーダーからはデータの取り出しが行えなかったわ。え、せっかく回収できたのに。でも、コックピットボイスレコーダーからは31分間のデータを取り出すことに成功したわ。着陸装置とフラップが展開された後、機長は両エンジンの警告灯が作動したことと、エンジンが故障したことを報告していたの。とりあえずコックピットボイスレコーダーからはデータが取れてよかったぜ。うん、本当にそうよね。そして、その後2014年6月3日、ナイジェリアの事故調査は2回目の中間報告を行ったの。その報告では、特に燃料システムについての調査が進行中だということが述べられたわ。また2013年10月6日に発生した同型機でのトラブルについても触れたそうよ。この2回目のトラブルを受けて、ダナエアの安全管理体制及び監視が行われたわ。この墜落事故以外にも同型機でトラブルがあったんだな。それは詳しい調査が必要だぜ。そしてラゴス州立大学の教授によって検視が行われたわ。事故調査局は、すべての犠牲者の身元確認を行うことはできていないと述べ、少なくとも3人の身元が不明のままだったそうよ。身元不明のままなんてかわいそうだぜ。早く家族の元に返してあげてほしいと思うぜ。そうね、マリサ。あなたにも優しい心があるのね。当たり前だぜ。最終報告では、第1エンジンは離陸17分後に、第2エンジンも最終進入中に故障したこと、パイロットがチェックリストを実行しなかったこと、また電力関連の問題を過小評価したこと、状況認識能力や意思決定能力の欠如及び、パイロットの飛行能力が不十分だったことが墜落原因であると結論付けたわ。きちんとした整備や、パイロットたちの確認が足りなかったことがこんな大惨事になるなんて辛いぜ。事故後、ナイジェリアのグッドラックジョナサン大統領は、この事故はバウチ州で発生した自爆テロにより多くの罪のない人々が犠牲になり、悲嘆に暮れていた日にさらに国民を悲しませたと述べたそうよ。自爆テロもあったところだったんだな。悲しいことが続き、ナイジェリアの人たちは悲しい年だったんだな。考えるだけで胸が締め付けられるわね。そして大統領は、ナイジェリアの航空業界の安全性を高めるために可能な限りの努力をすると宣言したそうよ。またダナエアは24時間利用可能なホットラインを設置し、ウェブサイトにて追悼の意を述べたわ。政府もダナエアの運航証明を取り消し、MD83 型の飛行も禁止し、国内に存在するすべての航空会社を監査するため、技術委員会と管理委員会を設置したの。この監査によって、他の航空会社の機体も多くが設置され、飛行証明を取り消されたわ。2012年9月5日、ダナエアの運航取り消しが解除されたのよ。ナイジェリア国内に色々な影響があったんだな。悲しい事故になってしまったけれど、これを機にナイジェリアも安全な航空業界になってほしいぜ。本当にそうね。二度と同じような事故が起きないようにしっかりと検査や整備、確認を行ってほしいものね。心からそう願うぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。